司さん。以上、日本維新の会、阿部司さんです。本日は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、いわゆる第12次一括法案に、一括法について、質問をいたします。我が国の中央集権型の行政システムの弊害がですね、顕在化して、中央集権から地方分権型のシステムの転換の必要性は与野党問わずですね、共通認識となっているかと思います。私ども日本維新の会としましても、地方分権と地方の自立を基本政策の一つとして掲げ、活動を続けてまいりました。我が国における地方分権改革ですね、簡単におさらいをさせていただきますと、1990年代から取り組みが始まり、2000年の地方分権一括法の制定によりまして、国と地方は対等との理念のもと、基幹事務が廃止され、小泉政権下の三位一体改革で、税財政改革が進められ、その後のいわゆる第二次分権改革で、義務付け、枠付けの見直しが進められてまいりました。さらに2014年以降は、地方自治体からの提案により分権改革を進める提案募集方式、こちらが取られるようになるとともに、安倍内閣以降は地方創生が中心テーマとして位置づけられてまいりました。このように地方分権は時々の政治が取り組んできた課題でございますけれども、私は目に見えて国と地方の関係が変化し、地方が活性化したという実感を持つことがまだできておりません。むしろ多様性が失われてきつつあるようにも感じております。ますます疲弊してきているのではないかと、そうした危機感も感じております。そこでこれまで足掛け30年にわたりまして取り組まれてきた地方分権改革についての野田大臣の評価をお聞かせ願います。合わせて2014年から始まった提案募集方式に対する政府の評価および地方の声をお伺いしたいと思います。野田国務大臣。地方分権改革については平成5年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議、これがスタートを起点とし、平成7年の地方分権推進法以来行われてきた第一次の地方分権改革においては、委員もお話になられましたけれども、機械人事務の制度を廃止、これは大変当時大きな話でございました。国と地方の関係はそれまでの上下主従の関係から対等協力の関係へと大きく転換されたものだと考えています。また平成18年の地方分権改革推進法以来の第二次地方分権改革、ここにおいては次元で設置された委員会の勧告に基づいて、基礎自治体への権限移譲や義務付け枠付けの見直しなど、地方の自主性自立性を高めるための多くの改革を積み重ねてきたところであります。でこうした改革を踏まえ、平成26年からは、地方の発意に基づく提案を広く募集した上で、その実現に向けて検討を行う提案募集方式を導入しました。住民に身近な課題を現場の知恵と創意で一つ一つ具体的に解決できるような取り組みを進めてきたところです。でこの方式は地方側からも大変評価をされており、地方分権改革は着実に進んできたものと考えていますが、今後とも地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方の自主性自立性を高めるための地方分権改革を着実かつ強力に進めてまいります。私個人の感想としては、私も国会議員歴が来年30年で、地方分権とともに歩んできた女でございます。やはり最初のことを思えば、地方と国がその意識としてですね、立場として対等になるということすら、その当時は考えられなかったことなんで、それをしっかりと形に実行していくことが、住民に対して届けていくことが、さらなる地方分権の仕事なのかなと理解しています。委員長。はい、阿部司さん。ご答弁ありがとうございました。野田大臣の国会議員歴30年の歴史からするとですね、ずいぶん進んできたといったご答弁いただきました。私まだ半年ですので大変参考になるご意見ありがとうございました。非常に多くの改善に結びついてきているといったご答弁でしたけれども、今本委員会に付されている12の法律案を見ましてもですね、実際の実務の中から出てきた規制改革案でありまして、細かいことながら地方自治体の事務がやりやすくなり、ひいた住民サービスの向上につながるものであると私も受け止めております。
そうした意味で提案方式はですね、なかなか優れた方法であるとも考えておりますけれども、一方で私が問題と考えるのが、近年の立法においてですね、地方自治体に計画策定の義務付けをする規定、これ先ほどもちょっとご質問ありましたけれども、この規定を設けることが増えておりまして、それが自治体の負担になっているという点でございます。今回、計画策定を重点募集テーマとしたと聞いておりますけれども、地方自治体の計画策定義務付け規定見直しの状況及び今後の改善取り組みについてですね、改めてご見解をお伺いいたします。はい、政府参考人です。内閣府寺崎地方文献改革推進室長。お答え申し上げます。計画策定等につきましては、策定に関する法律の条項数がこの10年間で約 1.5 倍に増加しております。法律により地方公共団体に策定を義務付けている計画等の数は、地域限定など策定の条件があるものも含め200以上あると承知しているところでございます。令和3年の提案募集におきましては、この計画策定等を重点募集テーマといたしました。この結果、地方公共団体からは29件の提案が寄せられ、うち28件は提案の趣旨を踏まえ対応、1件は現行規定で対応可能という結果が得られたところでございます。合わせまして、昨年12月21日に閣議決定された令和3年の地方からの提案等に関する対応方針におきましては、地方公共団体に対して一定の方式による計画の策定等を求める手法を用いた国の働きかけのあり方については、地方の実践及び自立性を高めるための検討を引き続き行うとされたところでございます。これを踏まえまして、令和3年に引き続きでございますが、令和4年、の地方文献改革における提案募集におきましても、この計画策定等を重点募集テーマとして設定させていただいた上で、具体的な検討の視点もお示しし、3月1日から提案の募集を開始したところでございます。この中でご指摘ございましたような、地方公共団体における計画策定等にかかる事務負担等の実情をしっかりとお伺いした上で、地方からの提案ができる限り実現するよう、関係府省との議論や調整を丁寧に行い、計画策定等に関し、地方の実践及び自立性を高めるための検討をさらに進めてまいりたいと考えております。委員長。はい、安倍塚さん。ご答弁ありがとうございました。せっかくですね、地方から提案を受けて改善が図られたとしてもですね、国の政策実現に向けて様々な分野で地方自治体が計画づくりに追われるような、姿はですね、本末転倒だと思いますので、計画策定の努力規定やできる規定も含めましてですね、有識者会議の必要最小限にすることを原則といった文言が担保されるようなモニタリングの実施および仕組みの構築等を強く要望させていただきます。続きましてですね、冒頭でも触れさせていただいたんですけれども、私ども日本維新の会では地方分権と地方の自立に向けて、国から地方へのですね、権限移譲、そして多様な自治制度に向けた法整備、さらには消費税を地方の基幹財源として位置づけるなどなどですね、国と地方の在り方の抜本的改革を提案しているところです。こうした立場からしますと、提案方式を含めこれまでの文献改革は不十分、まだまだだと思っておりまして、特に地方への財源移譲については大きな課題が残っていると考えています。そこで地方自治体の財政的な自立に向けた今後の取り組みについて、野田大臣にご見解をお伺いいたします。野田国務大臣。まず国と地方の税財源配分のあり方については所管外でありますので、私から政府としての具体的な答弁は差し控えたいと存じます。その上で私の考えを申し上げるとすれば、地方自治体の財政的な自立のためには、基盤となる地方税財源の充実確保が必要不可欠であると認識しています。国と地方の税財源配分については、制度全体を視野に入れ、専門的に検討する必要があり、総務省等の所管省庁において検討されるべきものと考えておりますが、いずれにせよ国と地方の役割分担を踏まえた適切な税財源配分を通じて、地方の税財源の充実確保に努めることは重要な課題であると考えています。委員長。はい、安倍司君。ご答弁ありがとうございました。所管が異なるといったお話だったんですけれども、ぜひともですね、この議論ですね、ますます地方分権をですね、進めていくためにも、このご議論リードしていっていただきたい、そして私もしっかり引き続きですね、やってまいりたいと思います。じゃあちょっと続きましてですね、少し今関連テーマとしてですね、デジタル田園都市国家構想についてお伺いをしてまいりたいと思います。
今国会の施政方針演説におきまして、岸田総理はデジタル田園都市国家構想を強力に推進すると表明されていらっしゃいました。そこでまず、デジタル田園都市国家構想の目的について改めてお伺いしたいと思います。また、構想の中身がよくわからないとの声が聞こえておりますけれども、国民や地方自治体の皆さんのこうした声に対しまして、どのように対応していくのか、お伺いをいたします。政府参考人、お願い申し上げます。はい、内閣官房、内田デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘のデジタル田園都市国家構想は、人口減少や少子高齢化、産業空洞化などの社会課題に直面する地方にこそ新たなデジタル技術を活用するニーズがあることなどを踏まえ、このデジタル技術の活用によって地方の個性を生かしながら地方の課題解決あるいは魅力の向上といったことを実現し、地方から全国へのボトムアップの成長を目指すものであります。本構想につきましては、デジタル田園都市国家構想実現会議におきまして、各地域で行われておりますデジタル活用の取り組みをヒアリングしますとともに、地方自治体の首長の方々にも参画いただきながら検討を進めてまいりました。加えまして、地方自治体関係者に対しましては、デジタル田園都市国家構想の検討状況等について適宜情報共有や意見交換を行ってまいりました。今後本会議における議論等を踏まえながら、デジタル田園都市国家構想基本方針、これを取りまとめまして、地方自治体や経済界等関係団体への説明や国民への広報を積極的に行ってまいります。またデジ田甲子園といったものを開催をしまして、この構想の実現に取り組む主体のモチベーションや構想に対する国民の関心やご理解の向上を図り、さまざまな主体や国民の皆様を幅広く巻き込んだムーブメントへとつなげてまいります。以上、はい、安倍司君、ご答弁ありがとうございました。国民全体を巻き込んでムーブメントを起こしていくといったお言葉頂戴できましたので、ぜひともですね、しっかり進めていっていただきたいと思っております。先日ですね、デジタル田園都市国家構想基本方針の骨子案が発表されまして、そこでデジタル田園都市国家構想実現会議の議長を務める岸田総理は、構想展開にはデジタル社会のパスポートであるマイナンバーカードの普及が不可欠と、マイナンバーカードの普及を強く訴えました。政府では2022年度までに国民のほぼ全員がマイナンバーカードを保有することを目標に日夜ご努力されていることと思います。こちら内閣委員会でも質問させていただきましたけれども、こうした中で6月からはですね、マイナポイント第2弾として健康保険証と公金受取口座に関する各7500ポイントの付与がスタートしようとしています。ところがマイナ保険証が使える医療機関は全体の2割に満たず、さらにマイナ保険証を利用することでかえって患者負担が増えるという事態となっております。負担増となる額は少額でありますけれども、ネット上では少額でも費用がかかるのは嫌だ、政府はマイナンバーカードを普及させる気があるのかといった声があふれております。総理自ら並々ならぬ意欲を示すマイナンバーカードの普及に向けて、健康保険証活用が可能な医療機関を速やかに増やすとともに、マイナ保険証利用の際の患者の超過負担問題、こちらを直ちに是正すべきかと思いますけれども、うちの維新のですね、足立議員からもそうした質問をさせていただいておりますけれども、この是正に向けた具体的な対応の方策をお伺いいたします。政府参考人、お願い申し上げます。はい、厚生労働省、榎本大臣官房審議官。お答え申し上げます。マイナンバーカードを今お話しありました健康保険証として利用できるオンライン資格確認の普及に向けましては、国民の皆様にマイナンバーカードを保険証として利用できるということの周知と合わせて、オンライン資格確認を利用できる医療機関を増やすというのは、今先生がおっしゃったとおり、非常に重要な課題だと考えております。このため医療機関等での導入の加速化に向けて、医療関係団体に推進協議会を新たに設置をする、それから令和4年度の診療報酬改定において評価を新設する、
そしてそれぞれの医療機関などのその状況や種別等の特性に応じて導入支援、働きかけを強化をするといったような取り組みなどで集中的に取り組んでいるところでございます。一方でオンライン資格確認の仕組みにつきましては、保健者、医療機関等、患者それぞれにメリットがあるものでございまして、このためそれぞれがその役割に応じて費用を負担して運営するという形を取っているところでございます。具体的には国はオンライン資格確認が全国で導入されるような環境整備を図るという観点から、保健者や医療機関等のシステム整備に対する支援を行っております。また医療保健者はオンライン資格確認の元となる資格情報や薬剤情報等を管理提供する実施者として、オンライン確認システムの運用費用を負担をするということにしております。また医療機関等は確実な本人資格確認の下、医療を提供するために内部のシステム改修経費などを負担するということになっております。そして今回ご指摘ありました患者さんにおきましては、より良い医療を受ける対価として窓口で一部負担を行うという形となっているところでございます。でこの窓口負担のこのあり方について今ご指摘を頂戴したところでございますけれども、今回新たに設けましたこの加算でございますが、患者の方々にとりましては自ら同意をしていただいた上で、過去の薬剤情報あるいは特定検診の結果を医療機関等に提供することで、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断あるいは重複する投薬を回避をして適切な処方を受けられるといったより良い医療が受けられるメリットがございますことから、その支払い側委員、診療側委員、公益委員の3者で構成されております中央社会保険医療協議会におきまして、専門的技術的な観点から審議が行われて評価をするということが決定されたところでございます。医療機関等がこういったその提供を受けて、患者さんの情報の提供を受けてですね、それを活用することを診療報酬で評価をするということは、実は今回に限らず、例えばクリニックから診療情報提供書、いわゆる紹介状でございますが、それと合わせてクリニックから電子的に画像情報や検査結果などの提供を受けた病院がそれらを診療に活用した場合に算定できる電子的診療情報評価料など、これまでもそういったような例がございまして、今般の加算も合理的なものであるというふうに考えでございます。この診療報酬改定につきましては2年に1度実施されているところでございますが、今回の改定の影響を今後厚生労働省で調査検証するとともに、オンライン資格確認の導入状況や今般のこの国会での議論の状況もよく共有させていただきながら、費用化のあり方につきまして注意喚起において議論してまいりたいと考えているところでございます。委員長、はい、安倍司君、ご答弁ありがとうございました。まずその取扱医療機関をですね、早急に増やしていただくことを改めてお願いしたいということと、今このいわゆる手数料が増えてしまうといった問題ですね、もちろんその医療のその価値がアップするといったことはもちろんそれも分かるんですけれども、いわゆる情報を提供してその分ですね、医師の方のその診療の負担が減るといった、そうしたむしろ負担が減るといった効果もあるわけですから、そこはですね、公平に見ていただきたいと思っております。少しでもですね、その患者負担が減るのであればともかくですね、増えるということであれば普及する気があるのかというふうに取られるのは、その国民感情としては当たり前の話かなと思っております。額の問題ではなくですね、患者の超過負担問題をしっかり解決しないことにはですね、マイナンバーの今年度末ほぼ国民全員は非常に難しいのかなと思うんですけれども、ここでですね、カード普及にご尽力されているデジタル庁の小林副大臣に、厚労省の今のご答弁に対するですね、政治家としてのご見解をお伺いしたいと思います、はい、小林デジタル副大臣。はい、安倍委員からいつもデジタル化に関してですね、前向きなご提言をいただきまして本当にありがとうございます。で今の議論、少し整理をしますと、厚生労働省から言った発言の要約はですね、ほかにもこの診療報酬でやった結果ですね、患者さんの負担が増える場合、これ医療の質を上げるために、そういうことを行ってきているということです。でじゃあ今回の話はそれによってマイナンバーカードの普及が遅れるのかどうかということなんだと思うんですけども、健康保険証と一体になるからマイナンバーカードをたくさん取るのかなということが起こるかというと、それはもちろん一助になると思ってますが、それがクリティカルなものではないと私は考えています。むしろカードを持ってオンラインで手続きができる、コンビニでさまざまな証明書が出せる、この間法改正をやってパスポートの更新がオンラインでできるように将来になるということができました。こういったことの方が実は全体として捉えると大きいんですよね。でかつほぼ全国民にといったときに、これ高校生とか中学生とかですね、
若年層がじゃあマイナンバーカードを持つ意義っていうのは何なのかっていうことを作っていくということが私は全体として本質的だと思っています。まあそういう点でちゃんと全体でですねマイナンバーカードを持つと国民が便利になった、どこに暮らしていても豊かさを感じられる、それがデジタル田園都市の根幹だというふうに思ってますので、そこを追求して、取り組んでまいりたいと思っています。委員長。はい、阿部司。ご答弁ありがとうございました。もちろんその利便性が高まることによって、そのことによって、まあ、普及も広がっていくといったことももちろんその通りだと思うんですけれども、まあ、一方で、まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、その負担感、こちらをいかに軽減していくかというのも私は重要な要素だと思いますので、引き続きご検討いただきたいと思います。はい、では次の質問に参りたいと思います。デジタル田園都市国家構想、国家基本方針骨子案では地域の取り組みを後押しするための5つのビジョンが示されました。その中の1つにスマートシティがあります。すでにスマートシティについては関係省庁、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省が関連事業を展開してきておりますけれども、元来スマートシティはエネルギー消費の無駄をなくして脱炭素、環境負荷を抑制したデジタル社会の構築ということに主題があったのかなと認識をしております。しかし、まあ、最近はスマートシティの主題が先端技術を導入しての便利で暮らしやすい街づくりへとシフトをしてきた、ように感じております。私はスマートシティの政策展開を脱炭素、エネルギーもテーマの主軸に据えてですね、環境省も含めて、強力に推進していくべきと思いますけれども、政府参考人にご見解をお伺いいたします。はい、内閣府高原科学技術イノベーション推進事務局審議官。お答えします。スマートシティにおいてエネルギー分野については当初から取り組まれていますが、2020年のカーボンニュートラルの宣言を機に環境分野のものが出てきているところであります。一方で現時点では脱炭素を掲げてトータルで取り組まれているものは限られており、スマート化とグリーン化を同時に目指す取り組みをさらに進め、事例を横展開していくことが必要と認識しております。スマートシティに関係する府省の連絡会議、我々内部でタスクフォースと呼んでおりますが、環境省も参加しており、ご指摘を踏まえて具体的な連携の取り組みについてさらに検討してまいります。委員長。はい、阿部司。あ、すみません、野田大臣とあと小林副大臣、もう質問ございませんので退席いただいて結構です。大臣、あ、大臣、大丈夫ですか。大臣は、あ、すみません、あ、じゃあ小林大臣、すみません、小林副大臣、はい、すみません、すみません、はい、ご答弁ありがとうございました。しっかりタスクフォースに入っているということで、こちらのスマートシティ環境省も含めて、進めていっていただけたらと思います。スマートシティ推進においてですね、その構成要素であるデータ連携基盤、いわゆる都市 OS についてお伺いをいたします。地域が抱えるさまざまな課題解決、地域活性化に向けてデジタルの力を生かすには、データ連携基盤である都市 OS の整備を推進していくことが重要であると考えております。しかし、都市 OS を小規模自治体が導入するには、非常にですね、この財源、人材、ノウハウの壁があると言われております。そこで、都市 OS の整備をするにあたり、共同利用、そして広域化を推進していくことで、こうした小規模自治体での整備のボトルネックを解消していくことが可能になってくるのではないかと考えますけれども、政府参考人にご見解をお伺いいたします。はい、内閣府高原科学技術イノベーション推進事務局審議官。お答え申し上げます。都市 OS はスマートシティにおける機能やデータの連携を実現する際の基盤となるシステムですが、ご指摘のとおり、単独の市町村では独自に都市 OS を構築する場合、負担が大きくなる場合があります。このため、複数の市町村が共同で利用する方法や、共同利用する都市 OS を都道府県が整備する動きを始めており、広域で連携して整備を進めることが有効な方法であると考えております。現在、政府のスマートシティ関係事業や、本日ご指摘いただきましたデジタル田園都市国家構想推進交付金では、このような広域化による整備を支援対象としており、政府としては地域の取り組みをしっかりと後押してまいります。以上。はい、阿部司君。ご答弁ありがとうございました。小規模自治体の広域化は、非常に有効だということで、ぜひですね、推進をしていっていただきたいと思います。次にスマートシティの海外展開についてお伺いをいたします。海外のスマートシティ市場では、中国やですね、モシップ、
これインディアスタックっていうあの共通 の, あのプラットフォームありますけれども、こちらの、まあ、オープンソースですね、こちらを、インドがですね、新興国発のモデルとして、まあ、どんどんあの周辺諸国にもですね、普及を目指していっていると言われておりますけれども、今後世界各地でスマートシティの取り組みが本格化するときにはですね、いかに日本のモデルを輸出していけるのかといった視点が重要になってくると考えます。そこでスマートシティの海外展開、こちらを視野にした戦略の必要性について、政府参考人のご意見をお伺いいたします。内閣府高原科学技術イノベーション推進事務局審議官。お答え申し上げます。スマートシティは技術面からも市場の観点からも国内外のさまざまな取り組みと関連が深く、その裾野は大変広いものです。このため国内での普及だけではなく、海外展開を含めた両方の視点を持って取り組みを進めることが重要と認識しています。政府においては令和2年12月に策定いたしましたインフラ海外展開戦略2025に基づき、関係府省が連携して取り組みを進めているところであります。これまでにも世界に対して日本のスマートシティの取り組みや技術面について関係府省から情報発信を行っているところであります。また ASEAN をはじめとする関係国都市において具体的な案件形成を目指した調査を実施しております。引き続き関係する議論の動向も踏まえ、関係府省とともに官民が連携して日本のスマートシティの発信展開に努めてまいります。委員長、はい、安倍司君、ご答弁ありがとうございました。まあ、海外展開も視野に入れた戦略の下でスマートシティを展開し、国内の課題には最適化してもですね、海外で全く通用しないガラパゴスモデルとならないようにお願いしたいと思います。ところでですね、海外ではシンガポールの都市計画コンサルタント会社、スルナバアジュロンコンサルタンツのようにですね、複合都市開発、インフラ開発に関するコンサルティング、エンジニアリング業務にアドバンテージを有する会社があります。スルナバアジュロンはですね、スマートシティを含めた複合都市開発、インフラ開発を手掛けるなど、アジアでのスマートシティプロジェクトにも大きな力を発揮していると言われております。しかし残念ながら現在我が国にはこうしたノウハウ実績を有する企業が見当たりません。本当にスマートシティさまざまな要素が絡んできますので、こうしたコーディネーションだったりコンサルティングを行うような会社が、非常に重要になってくるのかなと思っておるんですけれども、この日本版、スルナバジュロンのようなですね、組織体を国が主導して立ち上げたらどうかなと思うんですけれども、政府参考人のご意見をお伺いいたします。はい、内閣府高原科学技術イノベーション推進事務局審議官。お答え申し上げます。ご指摘のスルナバジュロン社はシンガポールのコンサルティング会社としてスマートシティを含む幅広い分野の都市インフラ開発等を手掛ける企業と承知しております。スマートシティの推進には産官学民などさまざまな主体の参画が必要であり、その体制構築や人材の確保などが課題となる。そのため政府各府省が連携し官民連携プラットフォームの活動を通じてさまざまな地域の実情に応じた連携体制構築の取り組みを支援するとともに、国レベルでの官民連携の強化について現在検討しているところであります。ご指摘いただいたその海外の取り組みについても、実施構築の一つの形として都市、里山、里海など多様な我が国の地域の実情を踏まえ、参考になる部分については横展開を行い、地域の官民連携の取り組みをしっかりと後押してまいります。以上、安倍司君、ありがとうございます。しっかり官民連携進めていただきたいと思います。ここまでスマートシティ中心にデジタル田園都市国家構想について聞いてまいりました。こちらですね、複数省庁が関わる構想であり、これは絵に描いた餅と終わらないためにはですね、全体デザインの明確化、司令塔機能の発揮が肝要と思います。そこで今後策定するデジタル田園都市国家構想に関わる基本方針総合戦略では、全体デザインを明確化するとともに関係省庁を取りまとめる司令塔機能をしっかり位置づけるべきと考えますが、宮地政務官のご見解をお伺いいたします。はい、宮地内閣府大臣政務官。昨年11月の第2次岸田内閣発足に伴い、新たにデジタル田園都市国家構想担当大臣が置かれたことは、関係省庁を束ねる司令塔として、現内閣の成長戦略の柱の一つであるこの構想を強力に推し進めてほしいとの総理のご意思というふうに受け止めております。
若宮大臣の下、内閣官房に加え、デジタル庁と内閣府科学技術イノベーション推進事務局等からの兼任職員を含めた事務局体制を整備し、司令塔機能をフルに発揮しつつ、具体的な構想の取りまとめに向けて、鋭意作業を進めているところでございます。私自身も担当大臣政務官として、若宮大臣をお支えし、デジタル田園都市国家構想の取りまとめとともに、その実現に向け、ご支持は最もだと思っておりますので、早期に目に見える成果を上げるべく、全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上、はい、安倍司君。力強いご答弁ありがとうございました。よろしくお願いします。時間来ましたのでこれで終わりたいと思います。ありがとうございました、はい、次に緑川。